原田康子は日本の小説家である。本名は佐々木康子。東京都生まれ北海道釧路市出身。私立釧路高等女学校卒業後、釧路新聞に勤務。1949年に同人雑誌北海文学に処女作冬の雨を発表し、以後も同志を中心に短編、長編を発表。1954年。 新潮同人雑誌賞にサビタの記憶で応募最終候補に残って伊藤聖良の高い評価を得る。翌年から北海文学史上に長編バンカを連載。1956年に出版されベストセラーとなり映画化されるなど大きな反響を呼んだ。バンカは翻訳され海外数カ国でも出版されている。また1九十一年には満月が 満月ミスター・ムーンライトのタイトルで映画化されている。競馬、将棋を趣味とし、それらについてのエッセイ集、離れ駒遊び駒もある。1998年の将棋王座戦の観戦記を執筆し、翌年、将棋ペンクラブ大賞を受賞。番下と、老涙で二度女流文学賞を、皆無で、第37回、吉川英治文学賞を受賞している。二千三年、 北海道文化賞受賞。2009年10月20日、肺炎のため札幌市内の病院で生居。人気作家となった後も北海道在住のまま執筆活動を続けていたことでも知られる。ありがとうございます。